春日部アートの種アトリエ信子9回目です。この番組は春日部市に美術館ができたらいいなという思いを込めて、春日部市アート情報、また春日部近郊、また画家の私が見たり聞いたりしたアート情報を皆様にお伝えしております。今日のアシスタントをしてくださる方のご紹介です。はい、ミナズワールドピースレディオのパーソナリティを務めていますミナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうでしたか今年、正月いかがでしたか正月、はい、だいぶのんびりさせていただきまして昨日新年会放送を、はいはい、リオカの方と一緒にやらせてもらって、ね、わちゃわちゃしたんですけれど、はい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 、今年もストラステーションの方で、うん、たくさんいろんな番組やっていきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそ、はいはい、では春日部近郊の情報です。アート情報です。後藤住代店追走、1月22日水曜日から、2月16日日曜日、10時から20時、こちら松伏町の、名誉町民であり日本画家の後藤住代氏、こちらの、画展の方がございます。はい、これ実はね、見るのに、整理券が必要なんですね。でそれでもって日曜と2月の22日水曜日が休館なんです。でこの後藤住代さんっていうのは、私がまだ学生の時、高校生ぐらいの時にですね、すごく一世風靡された、インテンとかでも大活躍された方なんですよね。覚えてる方いるかな。その頃って大体芸大の学長が平山郁夫さんだった時代なんですけれども、平山郁夫さんって日本画家で、日本画を初めて世界にね広めた、初めてってことでもないんですけれども、すごく世界に名を知らしめた方でもあるんですね。でこの方、後藤住代さんは昭和7年に千葉から現在の松伏町、にアトリエを構えまして、次々と町の文化振興のみならず日本美術の発展に大きく寄与されました。平成12年に松伏町名誉町民となられました。22歳で日本美術院展覧会で初入選以来、松伏の原風景を描いた作品をはじめ、北海道富良野の、後藤住代美術館の協力のもと、平成29年に松伏町中央公民館にオープンした後藤住代ギャラリーで、この度特別展示が行われます。後藤住代の、草原な世界に触れてみてください。はい、こちらはですね、東武スカイツリーライン、北越谷駅東口下車、イバキューバス、はい、エローラ行き、中央公民館前下車、もしくは JR 武蔵野線南越谷駅南口下車、タローズバス東埼玉テクノポリス行き松伏高校前経由にお乗りください。そこで、松伏高校前下車、そこから徒歩3分になります。または JR 武蔵野線吉川駅北口下車、イバキューバス、はい、エローラ駅中央公民館前下車もこちら徒歩1分で到着いたします。はいはい、私実はいつだったかな、東部か西部かちょっと忘れちゃったんですけれども、池袋だったと思うんですよね。この後藤住代さんの展覧会があったんですね、まだ東京に住んでた頃。旦那のね、うちの父親の転勤で学生の時に東京の方にちょっと住んでた時があったんですけど、そこで後藤住代さんのたまたま本当に偶然展示を見かけて、のあまりにも迫力があって、思わず本画集をその場で買ってしまったんですけど、その時買った画集がこれなんですね。これ広げると1枚の円になるんですよ。これ実寸サイズはどれぐらいなんですか。
これ、あの1ここのほら1枚が襖1枚ぐらいなんですね、うん、だから相当ですよね。4層なのかな、4曲っていうの、うん、最初今日先生がその画集持ってきて、うん、これなのって見せてもらった時に、うんうん、うんって普通に写真だと思って最初あの よく見たらあれと思って、うん、すごい綺麗です ね、 ね、うんうん、すごいよね、うん、桜とかね結構描かれてて、うん、あと金閣寺とか、うん、あの金箔とか銀箔とかよく使われてたよね、うん、まあ、これ全て日本画で描かれてる画集なんです、うん、あ、そうですそうです、うん、すごい、これはお金がすごいすごいすごい、そっち金箔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 いっぱい金箔いっぱい、いやでも本当かっこいいよね、こんな絵描いてみたよね。これが松伏の方で、松伏の方で見れるので、うん、あのぜひぜひ入場無料なので、はいはい、ぜひ見ていってください。あのただこちらの方ね問い合わせをした方がいいかも、あの整理券とかね、整理券自体はどこで配ってる、うん、ね、公民館って書いてあった、中央公民館、あ、じゃあ中央公民館に連絡してくださいってことですね、とかって書いてありました、うんうんうん、整理券いるって、整理券いるってなかなかあれですね、なかなかね、だから多分でも、うん、この方のファンは結構いっぱいいると思うので、そうなんですね、うん、そうですね、なんか自分からしたら、うん、あの松伏隣町なんで、うんうんうん、あ、松伏でって思ってしまうんですけど、そう松伏でって思うでしょ。私もなんかこのラジオの、ね、お仕事って言ったらあれだけど、うん、させていただけるようになってからいろいろ詳しくこうどこに住んでるのかとか、うん、あの何をこう深く深く掘り下げて調べるようになって、え、こんな近くにこんな大作家がいたみたいなことですごい感動したんだよね、うん、なんか走って行ける距離じゃんみたいな、わかります、走っていける距離にこんなすごい大作家がいたと思ったら、うん、なんかもうすごい興奮しちゃって、そうです、ね、うん、これを一番最初にあの奈美さんから聞いた、いや皆さんから聞いたのはもうすごいねびっくりした、皆さんから東武線のね、うん、ところにポスターが貼ってあったので、うんうんうん、ぜひこれはぜひぜひ行ってみてください、はいはい、そして、もう一つ、ね、これはあの東京の方になるんですけれども、俺たちのパリ展、はい、1月の15日から1月24日、ギャラリービータ11時から夕方6時まで、日曜日は休館となります、俺たちのパリ展なんですけれども、8人の、親父水彩画の共演だって、親父って書いてあるんだもんこれに、あ、本当だ書いてあるんだもん、いやなんかね、うん、さっきそのストラステーションのツイッターの方からその書くのにその俺たちのパリ展8人のって8人のって私がカチャカチャって言ったら、先生が親父って言ったから、いやストラステーションから親父とは打てないですよって言ったらだって本人たちが言ってるんだもんって言ってたら本当に書いてある、書いてある、そうだから安心してください、安心してください失礼じゃないってことですかね、はい、でこのね、はい、あの俺たちのパリ展は8人の、はい、画家、水彩画家さんたちが、はい、展示するんですが、この方はこの間ほら私が昨年ね、10月にパリに行った時にばったりモンマルトで会ったあの画家さんたちなんですね、笠井一夫さん、川村翔吾さん、上川内清人さん、佐藤真嗣さん、田崎正信さん、寺田なんだっけ、高さん、寺田隆さん、あと半貝義雄さんと、あと脇邦之さん、はい、こちらの8人ですね、はい、平均年齢60代後半の水彩スケッチ大好き親父8人がお酒の勢いで盛り上がって実現したパリ旅行、水彩画に見入られたポジティブな親父たちの珍道中の成果をぜひご覧くださいとコメントいただいております、うん、なるほど、はい、これ8人の、はい、あの親父様たちは、はい、皆さんで様
私の口から親父とは言えない8人 の、はい、あの、うん、お父様たちは、はいはいはい、皆さんで一緒に行かれたんですか、それともみんなさんあっちで偶然会われたんですか。ね、この8人の画家さん、親父の画家さんたちは、はい、あのグループで行かれてたんですね。あ、そうなんですね、はい、皆さん、うん、でまあ、ホテルは、まあ、バラバラだった人もいたっていう話だったよ。全員が全員同じホテルじゃなかったって聞いた記憶があるんだけど、うんうん、それで私はもう全然違うところで、うん、でそれでなんかやっぱり向こうでもパリに行ってた時も FB を見てて、なんか今日はここら辺に行った、今日はあそこら辺に行ったみたいなのは見てたんだけれども、うん、はい、はあ、まさかあったりして、あれでもなんか時間帯なんかすごい近いニアミスしてるみたいな、うん、そういうのが何回かあって、で私彼らが到着してオペラ座の前で到着したぞって言って記念写真を撮りましたって言って時間とかアップされてた時に、私そのオペラ座の通りの中華街でラーメン食べたんですよ。あ、そうなんですね。いろいろニアミスみたいな。そう、なんかいろいろニアミスをしていて、まあでも会えないだろうなと思ってたらばったりモンマルトで会って、でそれもやっぱりあのやっぱり画家モンマルト の、 あの画家さんがいて、一人のもうずっと日本からパリに住んでもう40何年になるんだよって言ってモンマルトの上の方で描いてた人が、あれさっきあなたが来る前に8人ぐらいの画家さんがあのゾロゾロみんなであっちの方に歩いてったんだけど、あんたもお仲間かいみたいなことを言われて、うん、その方にそんな話を聞かなかったら多分お会いすることがなかったと。 その方はフランスの方ですか、うん、日本の方なんです。日本で、日本なんかもうだいぶ若い頃40年以上前に、うん、あの60、そう、あのもうフランスに行って、うん、でそれでお話をなんかずっとそちらの方に住むことになったって言って、それでフランスで画家やってるって言った、そんな方が、面白い画家さんがいて、その方とモンマルトで会わなかったら、うんうん、彼らには会わなかった。あ、そうそう、この写真があのモンマルトでばったり会った時に、はい、あの写真、集合写真でちょこっと撮らせていただいて、でこの後あの皆さんのねあの写真を描いてる時でも見させていただいて、まあ、その後なんかじゃあお茶でも飲もうかなんて言って、まあ、ここのカフェに入ったんですよね、でそうそう、でその時のみんなでカフェに入った時の写真がこちらになるんですけど、こう言って、よかったですね、9人の親父にならなくてよかったですね。なんてことなんてこと、誰ですか。私の心はもうほとんど、まあ、なんていうか、まあ、いや、もう私は何も言えないですけど、はい、あの、はい、すごいね、あの巨匠というか、たちとご一緒できてすごく光栄なひとときでした、はい、でこの後は、ね、あの皆さんバラ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 というか、私は帰ってったんですけれども、皆さんスケッチの旅行って感じで、スケッチ旅行、すごいですね、はい、そこにね、まさかまさかまさか本当に行かせていただけると、ご一緒の時間をいただけるとは。素敵、はい、であの笠井さんは、笠井和夫さんは、前回東京駅のオアゾの丸善で、はい、あの先日出版記念の個展をされてました、はい、でそこであのこの写真の私の真ん前の席に座ってらっしゃる方、はい、笠井さんは私の右隣にいらっしゃる方ですね、はい、であの佐藤真嗣さんはあの赤坂のフレンチレストラン一つぎ町クラブの方で、あのそのレストランフレンチレストランの方で個展をされましたね、つい最近、はい、そんなことがございました。 あのコラボ、私はあのフレンチレストランと、フレンチレストランと、そう、あの佐藤真嗣さんはね、あのコラボ でなんか音楽とかも生でやってらしたりとかして、すごく音楽と食と、そう、絵画とで、すごいヨーロッパの雰囲気がこう醸し出されてて、すごい食もフレンチレストランだった。ぜひ行かれます。そう、あの私はあの見に行って、それでお食事を堪能させていただきまして、でその時にね、この食事、私本当人生のね、あのちょっとあれと気づいた点があって、はい、そう、その時にね思ったのが、あの今まで私あの食事ってこの世の中からなくなればいいのにって思ってたの
もうそれぐらいなんかさ、宇宙食でさ、もうどうしても食べなくちゃいけないんだったらしょうがないから、宇宙食で10秒で終わるとかっていうのあるじゃない、もうあれで終わればいいのにって思ってたのね。興味がなかった、全く興味なかった、もう生きるためにしょうがないから食べてたみたいな。そうで、それでもチューって食べて、もう10秒ぐらいで終わって、もう本当にもう空いた時間で絵を描きたかった。あ、そうかそうか、そうで仕事する、絵を描く、それしか、寝る時間も本当最小限でいいけど仕方ないから寝るみたいな、本当にもうお風呂とか食事とか寝る時間っていうのがこの世で 最小限になればいいのにと思ってたのね。だけどここのね、そのフレンチレストランで食事をした時に、あのホタテ貝のポワレ、すごい美味しくて、世の中にこんな美味しいものがあったんだと思って、でブリオッシュの生地のキューブのパンっていうのも食べて、うわーと思って、この時からね、ちょっと食ってすごいじゃん、むしろ今まで何食べてたんですか。そうだからね、なんか子供たちに本当申し訳ないことしたな、本当悪かったねって心配、そう、なんかフレンチって素晴らしいって思って、ちゃんとしたフレンチとかあんまり食べたことないな。ちゃんとした食事は初めて、ちゃんとした食事ですか、それともちゃんとしたフレンチ、ちゃんとしたフレンチ、ちゃんとしたフレンチ、ね、だからなんか子供たちにさ、なんかもう本当簡単な食事しか食べさせてなくてさ、だからって私がこんなフレンチ料理をね作れるわけはないんだけれども、別だ、それは別としてもっていう、だからね、本当にね、今回お正月のお休みずっとね、料理してたの。え、すごいでしょ。で子供たちにねあのちゃんと美味しいご飯をね作ってあげてたの。だからね、お正月のお休みは絵描くぞと思ってたんだけど、うん、ほとんど台所にいた。あ、いいじゃないですか、うん、でも料理もまたこうなんかこう作ったりとかするものだから、そこからまた絵の方になんか続けるって言うよね。アーティストはその、うん、グルメが多いとか、あと料理が上手っていうのは、うん、なんかデザイナーをやってた時代のディレクターが言ってたんだよね、うん、だけど私全然それピンとこなくて、うん、食べる時間なんかこの世からなくなればいいと思ってたのにそういうものなんだ、ふーんとかって思ってて、申し訳ない、また一つこう、そう、経験値ゲットみたいな、経験値ゲット、そう、絵描くだけのおバカさんだったのが私何も言ってないですからね何も言ってないですからね大丈夫ですか、食事ってすごいじゃんみたいな、そう、じゃあちょっとこう美味しいものをあちこち食べ歩きとかも、うん、そう、それからね、ちょっとね、いろんなところで美味しいものをね、うん、食べなくっちゃって、うん、なんかね、そう、着物着て美味しいものを連れてってもらったりとかしたのよ、うんうんうん、だけど感動するものではなかったの今まで。へー、すごい立派なうん、ホテルのアフタヌーンティーとか、うん、そういうところでお茶会とかもしてたんだけど、うん、年取ったんかね、あ、そっちそっちなんか芽生えたのかなとかじゃなくて、な年取ったのかな、うん、そうそうそう、なんか着物着て出かけるときは着物を着ることに喜びを感じたから、うん、多分そっちに感覚がいっちゃってたのかもしれないね、うん、ってことなんかこうジャージかなんかでめっちゃ美味しいもの食べに行ったら、もう美味しいところにも全部集中いくかもしれない。あ、なんかそれはちょっと美的感覚がすいませんとしか言えませんそれはちょっと違うわやらかした。美味しいものを食べるときはその美味しいものにね、はい、敬意を払って、そうです、ね、やっぱりそれなりにドレスアップしない、そうですね、にんちりにんみたいな、はい、どこまで行ったんだっけ話が膨らみすぎて、俺たちのパリ店、そう、はい、すごい美味しかったです、はい、はい、俺たちのパリ店は美味しかった、そうそうそう、俺たちの場所ごめん、ごめん、ギャラリービータ、はい、東京都中央区京橋 2-8-5 京橋富士ビル、はい、最寄り駅は地下鉄銀座線京橋駅2分、都営線だと浅草線宝町駅から3分です。 JR 東日本東京駅だと8分になります。ギャラリービータ、みずほ銀行が近いのかな、うん、そうですね、はい、ぜひ親父たちの水彩画8人の共演、お楽しみください。はい、はい、そして、次が、はい、ファン待望の、はい、待ってましたこのコーナー、はい、それでは行かせていただきます、はい、教えて大久保信子のプライベートコーナー
顔引きずってます。大丈夫ですか？じゃあ、はい、プレゼントね、あれですね、はい、先にあの告知というかの方、そうですね、1月26日、に銀座の藤賀楼でサロンを行います。14時ぐらいから作品を 1,2 点持ち寄って、画家さんたち、複数の画家さんたちとおしゃべりをする会です。はい、よかったらどうぞお越しくださいませ。場所は東京都中央区銀座 1-4-4 銀座104ビル2階です。アクセス東京メトロ有楽町銀座1丁目駅3番出口から徒歩1分になります。銀座並木通り沿いにございます。はい、はい、さあここからはなんだっけ、プライベートトーク、なんか今日いいネタがあるのよって言ってきたじゃないですか。あれ、あ、でもお正月の話はさっきしちゃったっけ。あ、お正月、あ、美味しいものの、美味しい、あ、そうですよ、なんだ、うん、あれ、私明けましておめでとう言ったよね、はい、うん、大丈夫だよね。あ、私も不安になってきちゃった。ドキドキじゃん。あ、プライベートといえば、そう、そうだよ、お正月はずっとキッチンで料理をしてましたっていう話だよね。さっきしちゃった。あーちゃーあーちゃー、どじっこなのかなみたいな。あ、でもどじっこです、うん、もうリスナーさんが湧いてますよ。待ってました、イエーイ。待ってました、もう待望の急にコメント数上がるみたいな。そうそう、あのプライベートって言っても、そうだな、取り立てて、だいぶ面白いですよ。だいぶ面白い。あの、さっき の, あのフランス料理とキッチンの話が、うん、今日プライベートで話そうと思ってた。あれだ、そう、あ、そう、あのキッチン、あ、そうだよ、キッチンで料理をして、そう、食に目覚めてっていう話だったよね、はい、そうそうそう、それで、あの、そう、息子たちに申し訳ないことをしたって言うんで、はい、あの 子供に、そう、あのタイのお頭、頭に、タイのお頭に、カブトニだ、カブトニを作りました。私が作ったわけじゃないんだけど、作ってないんかい。作れないよ。じゃあなんでキッチン立てたんですか。あ、出すの、箱から出すのに。すごい、あの、知り合いにね、うん、料理人がいるんですよ、うん、ちょっと待ってください、キッチン立てたの誰ですか。私が立ってました。うん、いや、でもそれはね、うん、あの、料理をする時間が増えたっていうだけの話で。そういうことで、そう、カブトニっていうのは、うんうん、あの、すごいね、あの、有名な、一つ星だか二つ星だか忘れちゃったけど、はい、そこに勤めてたことがあるって方が、あの、すごいお知り合いになりまして、うん、あの、その方に頼んで作ってもらいました。あ、そうなんだ、はい。じゃ、それ、お正月に先生がカブトニしたわけではない。そう、うまい感じで話がつながってたんで、そうそうそう、まさかの先生がキッチンに立って、私今日2020年はカブトニ作ったのよ、子供たちにって、ドヤ顔かと思ったら全然違うドヤ顔でしたね。そうそうそう、知り合いで作ってもらいました。あれ、お料理は得意ではない。あの、下手ではないって、はい、子供たちに、お母さんは料理はうまい、うまいんだけど作らないって言われて。うちの母がね、あの、料理うまいんですよ、実は。で、あの、料理うまくって、やっぱり料理すると、うちの料理、はい、母親の味にどうしてもなっちゃうんですよね、何作ってもね、やっぱりそれ自然とね、うん、まあ、でもそうですよね、それで育ってきてるから。そうそうそう、だから、うちの母親の料理がうまかったせいで、料理は作るんだけれども、いや違う、料理はうまいだけど作らない。そう、子供さんたち結構宇宙食とかで来たんですか、今まで。近いものあるな。もうほら、朝ごはんの早くビラインゼリー食べちゃってみたいな。え、ビラインゼリー作ってやっちゃってみたいな。卵かけごと言って、オチがついたところで一旦 CM でーす。カスカベの空とフランスの空をつなぐカスカベアートの種、アトリエノブコ。カスカベをはじめ、東京都内、そして世界のアート情報をお伝えします。アトリエノブコ、水曜午後3時から。日本美容世界へ。学校コーチ、論コーチ、それから福岡の方言についてなど、幅広い話題をお届けする1時間帯。いようかの、ちょっと喋らせてもらってよかね。あ、毎週木曜日夜9時半から放送しとる場合、いようかね、みんな聞いてね。
心理と福祉の相談所、パーソナリティの丸です。笑顔広がる番組を目指しています。月に1回第1土曜日あ間違っちゃった第1土曜日じゃないなんで間違えるんだろう。月に1回おおむね第1日曜日の11時から11時59分に生放送でお届けしております。それでは今日も笑顔で参りましょう。では次はカスカベの空コーナーになります。はい、あ、藤原の写真、すいません藤原の写真今出てしまった失礼しました。藤原、藤原、こちら、はい、藤原、あの私が、1月26日にね行くあの藤原の、まあ、こんなところです。皆様もしお時間ありましたら来てくださいっていうお話でしたね。はい、でカスカベの空コーナーよろしくお願いします。はい、はい、これね、あの日の出です。11月だったんですけど、朝焼け、あ、はい、です。空気がこう綺麗そうな、ね、なんか本当日本画みたいだよね。あ、これカスカベですよね。はい、カスカベですよ。すごい、カスカベです。これあの写真提供が竹里のみっちゃんです。はい、あ、みっちゃんさん、みっちゃんいつもありがとうございます。ね、こうやって皆さんにねこういった美しい写真をねあの見てもらえる、本当にありがとうございます。素敵、うん、これ YouTube で世界、全世界に見せますんでね全世界発信ですからね、うん、はい、はい、でこれがあの夕方日が沈んでからマジックアワーですね。うちの近所から見えた、あ、これ先生、投稿者、大久保信子、私、大久保信子です。投稿者、大久保信子です。そう、最近あの夜なって言わないのね、マジックアワーの頃に、うん、あの夜自転車で走ってたのね。こうしたらさ、おまわりさんにさ、無灯火でさ、厳重注意されちゃってさ。なぜ面白い話はプライベートコーナーでしないですか。ネタいっぱいあるじゃないですか。でもすごいショックだったの。結構怒られました。怒られた。無灯火だよ。無灯火だよって。だって夜にさ、自転車で走ることなかったからさ。まあ、まあそうですけどね。そう、世間がそんな風になってるとは知らなかった。ちょっと。いろいろまずい。はい。というようなところで、はい、はい、ではまたあの美しい空募集中です。ぜひまた皆様、美しい空があったらご紹介させてください。それとですね、来週なんですけれども、ちょっと、絵のいろいろ搬入がありまして、来週のアトリエのぶかをお休みさせていただきます。あら、残念、うん、はい、ね、で、まあ、また今日も、ね、雨なんですけれども、寒くなってきましたので風邪などひかぬようお気をつけください。今日のパーソナリティは大久保信子、アシスタントはみなでした、はい、どうもありがとうございました。今日どうでした？今日楽しかったですよ。あ、そうですか。もう次回からの1時間枠で、ね、1時間枠でなんかそんな話が出てるようですが、どうなることやらです。もうあの55分先生のプライベートコーナー5分情報みたいなそれね、ぜひお願いします。ご検討いただければと、はい、ではまたよろしくお願いします。失礼します。